1号の使用済み燃料プールの件なんですけれども、はい、温度がまあデータなくてでももやが出てると、はい、それでこれがこのままもし燃料方面が出るとかなり調子が悪いということで上空から水を入れるっていうことを算段していて、はい、今一定にもう準備が整っているんですけれども、はい、3号のことこれありで、はい、あして 1号のことこれありなので、はい、相当にその、条件を揃えないと危険な作業になること、それから、100ミリシーベルトあるんですね、100メートル離れて、はいはい、なのでそれのことも踏まえるとどういう、本当にやるのかやらないかっていう一定の方向性を確認しておきたいんですけども、書簡に基づいて確認させていただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあお願いします。はい、いいよ。原子力設備管理部、書簡の方で準備の状況をまず説明させていただきます。今ご案内がご発言あった通り、使用済み燃料プールの方が冷却の状態が悪いということで、今やり方を3つ考えました。今絵にありますように、一つは、左下に手段1と書いてありますように、消防車によって、遠方から散水をプールを狙って散水してそこに、水を注入する。それから2つ目としてはヘリコプターから水を入れると。それから3つ目として、ヘリコプターから氷を投下するということです。で、今準備ができているのは手段の3でありまして、ヘリコプターを使って、氷を投入するということを考えております。で、準備の状況としては今、氷の手配が終わりまして、埼玉県の桶川のヘリポートの方にその氷があります。で、ヘリコプターへの吊り込みが完了しているという状況で、号が出ればそこから1時間ぐらいで一旦 2F の、2F まで来てもらうと。で、そこで線量計を持ってもらって、1F の方に出発してもらうということで、段取りができているという状況でございます。それから、手段の1の方につきましては、あらかたどれぐらいのどのあたりで散水するかっていう目と検討しておりますけれども、今のところ、給水車の方の手配が終わっております。で、消防車の方は今まだ手配してないという状況であります。で、場所としては今書簡で示して矢印で書いてあるような山側のあたりを考えているという状況でございます。検討の状況は以上でございますけれども、今燃料プールの方は水位も温度もわからない状況でありますが、もやが出ているということはやはりプール水が蒸発していっているというような状況が懸念されますので、なるべく早い段階で1回氷を投入しておくということで、進めていきたいというふうに思っています。で、氷の量としては 3.5 トンほどを、今もしもし、はい、細かく砕きまして、はい、森林火災用のバスケットに入れて、ヘリコプターからロープを使って、燃料プールの上まで運んでもらってそこで投入するということを考えています。で、ヘリコプターにつきましては、保安員の方が手配をしていただいている、自衛隊のヘリを使うということでございます。はい、とりあえず以上です。いや、まあ、ただそうなんですけど、この猪苗代電力所から行った方が早いという話と、たださっき のちょっと発言した通り、1号の爆発の経緯もこれありで、非常にその線量も高いといった中で、この作業を夜間本当にやるのかと、で、夜間やらないとしてもいつかやるのかといったところについては慎重な議論が必要だと思います。発電所としては何らか の対策をしていただくのは非常にありがたいと思います。で、なんだけども、今真っ暗君が言ったのと同じで、いずれにしても今から用意してきても真っ暗けだよね。だから今日は、まあ、多分無理なん でじゃあ明日やるかといっても、今 の隣のプラントの隣のプラントの
ことも気になるし、という状況ですから、あと線量の問題もあるということで、そのやっていただきたいのはものすごくあの山々なんだけども、ちょっとそこはあれですね、やるタイミングはヘジテントしますね。あの一応がよろしいですか。あのこれ効果のことを考えると、プールの水って3000トンぐらいで、今3トンの効率出ましたよね。そうか温度やったところでもほとんど切らないのが現実で、それが被爆ところの夜間考えれば、少なくともあのやるのは接続だと思いますし、あとは効果考えると、まあ、本当にちょっとまさに焼き石に水で、結構やっぱりボリュームのある水を流し続けるっていうこと、流し続けるじゃないですけどね、そういうところ散水とかっていう方が現実的かなと、効果的な観点からすると、まあ、繰り返し氷を落とすって言うなら別ですけど、本当はだからあの手段1みたいなのを仮説なんだけど、ずっと置いといて適宜水をね入れていってあげるっていうのが一番いいんだけど、いちごの今あの場所ってさっきもあったけど100ミリシーベルトパーアワーだっけ、ものすごく高い場所だから作業 もう基本で難しいと思ってるんだよね。その中でちょっとそのどういうチョイスするかっていうのは極めて難しいし、ちょっと今日やるというのはまずいずれにしても 今この時間からだとそれはないと思うんですよね。吉田さん割り込んでいい、はい、あのヘリコプターでね、あの水があるのかないのかだけ確認しておいた方がいいと思うけど、あそれはね、それはもう今週の初めからねお願いしてるんだけど、こちらに飛んできてくれる勇気のあるヘリコプあの操縦士がいないっていうことで今までホールドだったんですよ。あのね、で飛んでくれるには いたんだけど、氷を落としてくれる人がいなかったのよ、ね、ところがこれだけ線量が上がっちゃうとちょっと条件が変わってるんで、前飛んでくれる人が飛んでくれなくなっちゃった状態になってるからね。